会を振り返っていかがでしたでしょうか。そうですね、本当ね、この忙しい中で、まずね、ガンバ大阪さんの、このような感じで、感謝しますし、チームにとっても、自分自身も強くしたし、今年の振り返りとしてはもう少し欲しかったのかなと思います。似てるんだよ、バタンって顔でも最後、この中で外れましたので、すごくいい気持ちになさせていただきました。そして、最後の七海選手はどうだったんですか。そうですね、すごくね、僕の方見てくれてたんで、もう少し何とかしたかったです。はい。今日は本当にたくさんのサポーターの皆さんが集まっています。改めて皆さんに一言メッセージをお願いします。本当にね、7名でありがとうございました。プレーはなかなかボールは触れなかったですけど、本当に今日は一日ありがとうございました。